The painting of the Battle of Cascina was commissioned from Michelangelo Buonarroti by Piero Soderini, Statement of the Democratic of Florence. It was intended to war the Salon de Cinquecento in Palazzo Vecchio. The opposite wall was to be decorated by Leonardo da Vinci, who was also commissioned to depict the Battle of Anghiari. The point here is that Leonardo was still alive when both Leonardo and Michelangelo was commissioned to depict these two paintings. Today's story starts from here. ダヴィンチがアンギャリの戦い、ミケランジェロがカッシナの戦いのそれぞれの絵を描くように依頼された時、ダヴィンチはまだ生きていました。ここが重要です。つまり今日の謎解きはここから始まります。広し林、浜松市、ジャパン。きっかけはこんなコメントが届いたからです。清岡文津さんという方からですね、こんなコメントがありました。ダヴィンチの葬儀は奇妙なものだったと言われています。ということなんですね。弟子を偽装するためのものだったということだったなら納得できますと。で、儀礼的な行為を貧者にさせたこと、などなどなど、ということなんですけども、ダヴィンチの葬儀は謎に包まれています。そこで私の方でも調べてみました。これはディスカバリングフランスという公式のホームページと考えて良いわけですけども、このホームページの中でもその謎について述べています。その最後の部分ですけども、そこにはこうあります。ダヴィンチの骨も見つかったと言われているけれども、それはただ単なるミス、つまり神話に過ぎないというわけです。そして続く一節の中ではですね、ダヴィンチというのは自分の生涯においてあらゆる場所で自分の痕跡を残したけれども、しかし死に関しては何もない、 nothing であると、全く小さな痕跡すらもないと、ということなんですね。つまりレオナルド・ダヴィンチの死については何も分かっていないということです。もう一度最初から動画をご覧いただきます。レオナルド・ダヴィンチです。ここで重要なことはですね、ミケランジェロがカッシナの戦いの絵をコミッションされた時にはですね、ダヴィンチはまだ生きていたということです。で、そこを起点にしてもう一度考え直してみます。レオナルド・ダヴィンチは今からちょうど500年前の1519年の5月2日に67歳で亡くなったことになっています。67歳で5月2日に亡くなっています。この数字に注意してください。そしてこれがミケランジェロ・ブアロノティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。その中には775027という数字が隠し込まれていました。この775027を11種ゲマトリアで解読すると、キリスト聖書のカインとなります。 Christ is Biblical Cain と読めるわけです。その752を取ってダヴィンチは自分の死亡日としたと私林博士は判断しています。
が、それだけではありません。この752という数字に注意してください。67歳の5月2日に亡くなったわけですけども、7、そして5、2と続きます。5と2を足すと7になります。非数学です。そして7、7を合わせると77。つまり、11種、ゲマトリアによれば、救世主を意味する数字ということになります。が、さらに謎が続きます。その死亡年である1519年に注意してください。1519と数字が並んでいます。そして、これら4つの数字を足すと16になります。16というのは、カバラの非数学においては大変重要な意味を持つ数字です。16イコール1たす6は7となります。ここでも7が出てきます。例えば、曜日が日月火水木金土、1プラス6の非数学で成り立っているのもその一例ということになりますが、このように見ていくと、つまりダ・ヴィンチの死亡年月日は計算され尽くしているということになるのではないでしょうか。が、それだけではありませんでした。この数字の中にはさらに重要かつ重大なメッセージが込められていました。それが20という数字です。前もって言いますが、シャマー主の神聖数は20です。20イコールシャマー主です。もう一度ダ・ヴィンチの死亡日をしっかりとご覧ください。67歳の5月2日に亡くなったことになっています。この6、7、5、2を合計すると20になります。もし他の場所で20が出てきたとしても、それは偶然の一致ということになりますが、あのレオナルド・ダ・ヴィンチの死亡日に出てくる数字です。ですから意味があるということになります。この4つの数字を足すと20になります。つまりシャマー氏は死んだということをこの数字は意味しているということになります。先に話を進める前に、シャマー氏の謎について皆さんに知っていただきたいと思います。ここまでの結論を先に言いますと、キリスト教を立ち上げたのはイナンナとシャマー氏ですが、そのシャマー氏は処刑され殺されてしまいます。つまりイエス・シャマー氏は殺されてしまいます。言い換えると、殺されたイエスがシャマー氏であることを知っていたということになります。ダ・ヴィンチのはずがありません。なぜならば、殺されたイエスがシャマー氏であることを発見したのはこの私、林博士だからです。まずこの絵をご覧ください。アゴスティノ・ヴェネチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマー主の神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。
このバウンダリーストーンの中では焦点にリシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマーシュの紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バドヌーティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、右がシャマーシュということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS については様々な解釈がありますが、私林博士は I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、打天使、エア、延期ということになります。ヘイレルとは誰か、それについては現在の
ローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。これから先の部分は全世界でブロックがかけられています。で、私の方で説明します。で、この動画はですね、カトリック教徒側の立場で作られた動画であるということをですね、まず皆さんお知りおきください。その上でですね、2014年の公式ミサの中で現在のローマ教皇のフランシス教皇がですね、次のように発言してしまいました。つまりですね、ヘイレルという旧約聖書の中に出てくる神を指してですね、ローマ教皇はですね、イエスはあなたの息子です。つまりですね、ヘイレルを指してイエスはあなた様の息子ですと発言してしまったわけです。これは大きな問題になったわけです。というのはですね、ヘイレルというのはカトリックマリア教においてはルシファー、つまりサタン中のサタンを意味するからです。つまりローマ教皇のこの発言をですね、そのまま解釈するとですね、イエスはサタン中のサタン、ルシファー様、あなた様の息子ですと発言してしまったわけですが、図らずもですね、このローマ教皇の発言は正しかったということになります。ヘイレルイコールルシファーです。それは間違いありませんが、同時にヘイレルのまたの名をプロメテウス、エア延期プロメテウスと言います。人間を改造した罪によりですね、天界から第一天使であったにもかかわらず、この私たちの住む地上界へ落とされたわけです。つまり堕天使ということになるわけです。つまり人間側から見ればですね、私たち人間を改造してくれた大恩人ということになるわけです。一方マリア教の方ではですね、宇宙の法を犯して人間を改造したという大罪を犯したという意味で、ルシファーと位置づけられたわけです。つまりサタン中のサタンと位置づけられたわけです。つまり現在私たちのイエスと呼んでいるその方はですね、つまりはエア延期プロメテウスの息子の、つまりはマルドックということになります。エア延期プロメテウスの息子はマルドックです。ではそれ以前のイエスはどうなってしまったかということですけれども、それ以前のイエスがですね、シャマーシュイエスということになるわけです。しかしシャマーシュイエスはですね、まあヘイレル、つまりプロメテウスの孫ということになります。つまり息子ではないわけです。そのことをフランシス教皇は、つまりは知ってか知らずか、そんなことを発言してしまったということになります。話を続けます。現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている二人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄、プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの
紋章ということになります。この2つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまりローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・シュタールの紋章とシャマー氏の紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマー氏というのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・シュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・シュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ sun god in Babylonia and Mesopotamia. Interesting that this sun symbol and halos adorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダ・ヴィンチも同じような手法で描いていますけども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Abstract. King Christ descended during the medieval Renaissance. King Christ is also the greatest artist and gave us humans many messages by means of paintings. The person who handed over the work of King Christ.Spoke the name of Leonardo da Vinci, that is, the hander. The hander or the delivery person was believed to have given
this masterpiece to the public, saying, This is a work drawn by an artist named Da Vinci. On the other hand, there was another hander or delivery person. That is Michelangelo Buonarroti. When he was given his works directly from King Christ, he gave them to the people as his own works. This is what I do. It seems that the people were surprised and impressed very much by these works of Da Vinci and Michelangelo. And, by the way, King Christ himself left behind his own self-portrait with a big beard on King's face is a portrait that we now call Da Vinci's self-portrait. In other words, both Da Vinci's works and Michelangelo's works were originally drawn by King Christ. The proof and the evidence is that the works drawn by Da Vinci and the works drawn by Michelangelo are all the same, including their concept, though they differ in brush touches and brush strokes and painting touches. Please carefully compare these two works to each other. Da Vinci's works are on the left and Michelangelo's works are on the right, just for example.中世のルネサンスの時代に現れたのがカイン・キリストです。そのカイン・キリストは芸術家でもあり、数多くのメッセージを絵画という手段を用いて私たち人間に残しました。そのカイン・キリストの作品を受け渡したのがダ・ヴィンチという名前を語る、つまりは受け渡し人ということになります。その受け渡し人は、これはダ・ヴィンチという名前の芸術家が描いた作品だと言って民衆にその作品を渡したものと思われます。一方、もう一人の受け渡し人がいました。それがミケランジェロ・ブアルノッティです。彼はカイン・キリストから直接作品を渡されると、それを自分の作品として民衆に渡していました。これは私が書いたものだとです。こうして民衆はダ・ヴィンチやミケランジェロの作品を見て驚き感動したものと思われます。そしてカイン自身も自らの自画像を書き残していました。そのカイン・キリストの顔に大きなひげをつけたのが、現在私たちがダ・ヴィンチの自画像と呼んでいるその肖像画です。つまりダ・ヴィンチの描いた作品もミケランジェロの描いた作品も、元はカイン・キリストが描いた作品ということになります。その証拠に、ダ・ヴィンチやミケランジェロの描いた作品は筆使いやタッチの違いこそありますが、その内容的な概念も含めて皆全く同じです。注意深くこれら2枚の作品をそれぞれ見比べてみてください。
左がダ・ヴィンチの作品、右がミケランジェロの作品と言われているものです。広し林浜松シティジャパン。